かかみが原線は、岐阜県岐阜市の名鉄岐阜駅から、岐阜県かかみが原市の新宇沼駅までを結ぶ、名古屋鉄道の鉄道路線。運賃計算区分は B。すべての駅でマナコなどの交通系、IC カード全国総合利用サービス対応カードが利用できる。なお、鉄道要欄による起点は、名鉄岐阜駅だが、列車運行及び旅客案内、列車番号の設定においては、 新沼駅から名鉄岐阜駅へ向かう列車が下り、逆方向が上りとなっている。本記事では、かつてこの路線を運営していた各務原鉄道についても述べる。岐阜市、各務原市間を結んでいるほか、岐阜周りで名古屋本線、または新沼周りで犬山線を経て、名古屋への通勤、通学路線となっている。 全線で東海旅客鉄道高山本線と並走している。運賃や所要時間は高山本線に劣るが、かかみが原線の方が運転本数と利用者数では勝っている。かかみが原市内には航空自衛隊岐阜基地があるが、太平洋戦争までは陸軍かかみが原飛行場などが置かれ、軍事路線として基地の引き込み線も設置されていた。 途中駅は新中駅と三角の駅を除いて、無人駅である。名鉄岐阜駅多上見駅間には、多上見線を経由して、美濃町線の路面電車が乗り入れていたが、2005年4月1日に、高見線、美濃町線が廃止されたため、両線からの直通運転もなくなった。多見線の直通運転が行われていた頃には、 分岐駅である高見駅に急行や準急が停車しないため、新岐阜駅高見駅間では特例乗車制度により高見線、高見ヶ原線直通利用の場合に重複乗車が認められていたが、高見線の廃止とともにこの制度も廃止されている。全体に平坦であるが、幅駅から宇沼ま宿駅にかけて33.3パーミルという当線の最急勾バイク間が存在する。 この駅間が、基礎川の貸し段級である、各見が原台地の端に当たるためで、新沼方面に向かって、下り勾配となっている。また、緩いカーブの多い線形で、急行、準急の場合は、停車駅間が短いこともあり、実際の通常ダイヤにおける、最高速度は、時速90キロメートル程度である。特に、名鉄岐阜駅多垣駅間は、急カーブの連続で、区間最高速度は、 時速4 0トルとなっている。1960年代に、高富線、鏡島線、2001年に、谷組線、八尾線、2005年に残る600ボルト線の高見線、美濃町線、岐阜市内線、伊備線が廃止された後は、鏡ヶ原線は、竹花線、橋間線と共に名鉄としては、数少ない愛知県内を全く通過しない。 岐阜県内のみで完結する路線となっている。ただし列車は愛知県に入って犬山駅家へ向かうため、基本的に後日の臨時列車を除きかかみが原線に県内完結列車はない。かかみが原線は名鉄岐阜駅から新沼駅間のみであるが、新沼駅ではかかみが原線からの列車は折り返しができないため、列車の運行形態や乗客への案内などは、 犬山線新沼駅犬山駅間も、事実上、かかみが原線として扱われていることが多い。朝の一部を除き、名鉄岐阜駅犬山駅間での折り返し運転が、基本である。なお、かかみが原線には6両蘇生までの列車が入線、可能だが、田上駅、細畑駅、高田橋駅、新加納駅、二十軒駅では、法務庁が4両分しかないため、ドアカットが行われ、 後ろ2両の扉は開かない。昼間は、名鉄岐阜駅から新中駅の各駅と、新中駅から新沼駅間の急行停車駅は1時間に4本、それ以外の駅は1時間に2本列車が停車する。なお、上下とも、停車本数は同じである。朝方と深夜帯を除いて、名鉄岐阜駅犬山駅間では、名鉄岐阜駅から新中駅間が普通。 新中駅犬山駅間が休行となる列車と全区間普通として運行する列車がそれぞれ毎日2本運行されている。犬山遊園駅で全車が新沼駅発着の休行に後車が同じく一部特別車の特急に接続している。後車はさらに犬山駅で名古屋方面から新蟹駅発着の広見線、犬山線直通の準急床巻線の 普通平安通域にも接続している。朝にごくわずかながら全区間で急行として運転される列車も存在し、また犬山駅発の最終岐阜駅は犬山駅三角の駅間を普通で三角の駅名鉄岐阜駅間を急行として運転する。基本的には犬山駅で運転系統が分けられているが運用上の都合で列車番号を変えて、 広見線新加二駅まで運転される列車もある。この列車の場合、広見線に向かう乗客は犬山駅で降りる必要はない。最も多い新中駅名鉄岐阜駅間が普通列車となるパターンの急行の場合、新沼駅名鉄岐阜駅間の標準所要時間は26分、全区間普通列車の場合は31分となっている。これらは主に2両。 または4両での運転が主体で、6両での運転は朝ラッシュ時と深夜の一部のみで見られる。また、昼間以降には、クロスシート車の1800系が使用されることも多い。朝には、犬山駅をまたいで、常名目線、名古屋本線方面と直通する急行、名鉄岐阜駅から新谷駅間の急行が運行されるほか、平日の朝には、 犬山駅で新加二発の列車を並結して8両になる列車が6本あり、新沼駅で東駅終点の列車と、名鉄岐阜駅発の列車を並結して8両になる列車が2本ある。また、2008年12月のダイヤ改正までは昼間以降にも犬山線を経由して、名古屋方面へ直通する列車が、毎時に往復設定され、昼間は、各ヶ原線内を普通として運行し、 犬山線内では、順宮、床滑、甲和、下新、空港線内では急行として運行していた。また、夕方以降は、名古屋方面直通の列車は、かかみが原線内でも、全区間で急行運転を行い、岐阜行きは、準急、犬山、名古屋方面直通は急行として運転され、夕方の時間帯は、名古屋方面直通の急行系統が、毎時に往復、 名鉄岐阜駅犬山駅間の普通が毎時に往復、名鉄岐阜駅参加機野駅の普通が平日は毎時1往復、休日は毎時に往復、岐阜駅から新加入駅、または犬山駅間の列車が平日にのみ毎時1往復、というパターンで運行されていた。2011年3月26日のダイヤ改正で、準急の設定はなくなり、新たに平日の朝に1本、 名鉄岐阜駅発高和駅の快速急行が設定された。なお、当該列車の各見原線内での停車駅は急行と同一となっている。各見原線内では三加機能駅の犬山方面行きのみ、列車退避が可能であるが、平日朝に急行キラ吉田駅が同駅始発のミュース会を先行させる以外は行われない。岐阜行きは列車退避ができず、先行列車が 終点の名鉄岐阜駅まで先着する。また、毎年8月10日に、各務原市で開催される、日本ライン夏祭りの際には、観客輸送のため通常犬山駅で折り返している一部の定期列車が主に、岩倉駅まで区間延長される。このほか航空自衛隊岐阜基地で開催される、航空祭の際には、通常は、新沼止まりとなっている休校が午前中に3、 柿キ駅、または、名鉄岐阜駅まで延長運転されるほか、新中発名古屋方面行きの急行や準急、三カキの発名鉄岐阜行きの急行や普通などが、臨時運行されることがある。ニュース会は全日とも一本のみ、全車特別車で三カキの発中部国際空港行きが運行され、各見ヶ原線内の三カキ駅から、新雲沼駅間をノンストップで走る。 この列車は、前日の夜に、新馬駅を21時42分に到着する列車をそのまま三角の駅まで改装して送り込む。各務ヶ原線内では、犬山駅で並結する列車に合わせて号車表示があらかじめ5から8号車にされている。2011年3月まではもう一本設定があり、こちらは名電各務ヶ原駅にも停車していた。 2008年12月27日のダイヤ改正後は一部特別車や全車一般車の快速特急や特急の定期運転は行われていない。また、夏に行われる岐阜の長良川全国花火大会などでの臨時列車として名鉄岐阜発進課に行きのミュース会が運転されることがある。他に航空自衛隊岐阜基地で開催される航空祭の際には 午前中に一部特別車の快速特急や特急が三角の駅まで延長を運転される。2021年5月22日のダイヤ改正後は三角の発のミュースカイは新沼発となるため、鏡ヶ原線からミュースカイが消滅した。ありがとうございます。